おはようございます。今からカフェに行きます。あ、私マスク反対や。こうやった。皆さんおはようございます。赤星里奈とそうです。本日もよろしくお願いいたします。ということで、今日は昨日に引き続き、大阪にまだいるわけですけれども、今日が本番ですというのも、今日は妹の結婚式でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてもちろん天気はめちゃくちゃ快晴です。私も母もね、めちゃくちゃ晴れ女なんで晴れさせてきました。で、今日の式が4時からで、私たちは親族で、私は演奏のリハとかもあるんで3時に会場に入ることになってて、午前空いてるなということで天気もいいし近くのカフェに今から行きたいと思います。なので今日は妹の結婚式の1日 Vlog を撮っていきたいと思います。おそらくね、余興演奏のリハとかそういうのは動画に撮れると思うので、今日も最後までお楽しみください。それではレッツスタート、うん、あ、すごい、それできひん、うん、着きました。ここがお目当てのトライベッカさんです。メニューはこんな感じです。美味しそう、かわいい。このカヌレは皆さんに突っ込まれそうなんですけど、夫が頼みましたのでね、私じゃないですからね、皆さんダイエット中なんで。これ右はこうちゃんのか、これ何、キャラメルラテ。あ、似てるやん。私はほうじ茶キャラメルラテのホットにしました。かわいい。これインスタ映えっていうやつちゃうん。じゃあいただきます。キャラメルぐらいは今日はおめでたい席ということで甘みなんですけど。大丈夫です。ダイエット一時停止。はい。うん。美味しい。美味しい。久々の甘みにむせましたけどこうちゃんも朝言ってたけどさ、うん、友達とかの結婚式とか、めっちゃ遠い親戚のさ、うん、結婚式とかで何もしいひん場合は、うん、普通にこうお祝い 100% やん。そうそうそう、友達に会っておめでとうっていうの楽しみに、そう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 って感じやけど、演奏も一応するし、うん、自分の妹の結婚式ってさ、うん、人生初やん、うん、言ったら、もう二度とないと思うけどさ、うん、なんかわからん不安みたいな。不安なんだ。不安っていうか、なんかこう緊張じゃなくて、いや緊張とかはないねんけど、うん、なんかちゃんとできるかな、なんか姉として、うん、でも何しなあかんのかなみたいな挨拶して何しなあかんのかなみたいななんか初のことって不安じゃない、ちょっと、うん、そうそうそう、だから自分も結婚式したことないからさ、うん、ちょっとどういう感じになるか、ちゃんとこううまくいくのか、うん、私結構大体の結婚式演奏をお願いされたりするので、うん、お祝い 100% だけでいけるってことはほぼほぼないんですけどスピーチか演奏もお願いしていただけることも多いので、うん、演奏とさスピーチってどっちが緊張するの？まあどっちもなんかもうプロみたいなもんじゃない？いやいや、でもスピーチは私めっちゃ勘違いしててさ、うん、今日この動画にも出演してくれるかもしれへんねんけど、うん、今日夜一緒に飲みに行く親友の一人がいるんですけど、うん、その子の結婚式でスピーチをさせてもらってるけど、うん、スピーチ自体もその時初めてやって、なんか全部暗記するもんと思ってさ、丸暗記してったらさ、みたいな感じで言われたらしくて、みんなこう見て言うんやって、うん、手紙みたいなのを読んだりとか、うん、も完璧に覚えていって、だって練習付き合ってそうそう、めっちゃ前の日とかもさホテルで一人で「本日は」みたいな感じで鏡見ながらめっちゃ練習してたから、うん、それは緊張したけど、でもそうじゃないんやったら、うん、演奏やとお酒飲んだら、うん、もう結構終わるから、うん、そういう意味ではスピーチはお酒飲んでも多分ある程度喋れると思うからそれは喋れるけどなんか演奏ってね、お酒飲んだら意外とできないんですよ。私ほんまに全然酔わへんタイプやから、ドイツとかでクリスマスマーケットの時期にさ、うん、学校からめっちゃ近くでクリスマスマーケットやってて、うん、練習して途中で友達と合流して、うん、グリューワイン飲んで、うん、から練習っていう時があったよ。でも全く練習ならへんな。自分は寄ってないと思ってても、やっぱ指先の感覚って結構繊細というか、もう練習ならへんかったっていう記憶があるんで、お酒飲んで演奏は絶対あかんっていうことで、だからまあそういう意味では演奏の方がこうピシッとしとかなみたいな、お酒今日は飲まへんって感じかな、結婚式の場合。あ、ゴーちゃんこれちょっとカヌレ食べてみて。はい、延期法でした。いただきます。どう？正直でいいね。今流行ってるじゃん。流行ってる。流行りだす前になんかさ、なんか有名店のとか食べてたじゃん。美味しいのかなみたいな。そうそうそう。でもなんかしっくりこなかったよね。そうそう、なんかみたいな。なんかシュークリームとかフィナンシェみたいな、なんか美味しいって感じじゃないっていうか。ああみたいな。なんか美味しいけど、なんなんやろなカヌレ。それでガツンとくる感じじゃないじゃん。なんかそう、中も何も入ってへんし。なんだろうこれみたいな。まあ生地やんな全部。そう。私も言ったら人生初カヌレがパリの一番のカヌレ屋さんやって、友達がパリに住んでて、それで遊びに留学中の遊びに行って連れてってもらって、みたいな感じやって、でな言ったらなこう焦げてるってこと。焦げまでは言ってないんだよ。カヌレ好きな人ちょっと良さをねコメント欄に語ってください。熱くお願いします。おすすめのカヌレがあったらぜひコメント欄に。ぜひ書いてください。で、感想といたしましては、はい、カヌレです。左側にあるはずです。あ、あった。あったよ。そこ。そこ。うん。行ってらっしゃい。そろそろりなちゃんが来ると思います。あ、来た。かわいい。付け終わりました。どう？いいね。すごいめっちゃいい感じ。かわいい。かわいいね。いい？うん。あ、いいね。おげもかわいくしてくれはりました。うん。今からちょこちょこしか歩けないんですけど、ちょこちょこ歩いてゆっくり会場に向かいましょう。はい。髪飾りもめっちゃいいね。かわいい。いい感じ。うん。よかった。後ろの髪型もすごいいい感じ。いいね。ありがとう。はい。会場に着きました。早速ね、このウェルカムスペースがここにあるみたいで、こういう感じになっています。そして見て、めちゃくちゃあれからプレゼントって書いてますね。ちょっと恥ずいけど、こちらが私の一応力作になっております。姉からプレゼント。あら遠いところお越しいただいてご無沙汰してます。準備をしてます。今リハを急いで終わり、ファミリーミートに行きます。皆様どうぞお進みください。どうぞ。ファミリーミートで順番待ち。てんやわやすぎて。こっちか。うん。道も分からへんし。いや開ける開ける。なんかえらい焦ってる。今でベスト。最後のが一番良かった、はい、ちょっとホールじゃないところなので、ちょっと違う問題が出てきたんですけど、どうにか解決できそうです。終わって素敵な式場にあ、わーちゃんよ。そんなわかんないじゃん。結構大音量で流れるのかな。いや、だってここやで、こうちゃん。あ、これのレベルだったらいい。いや、まさかだってタタタターンって入ってくる。あ、そっか。大丈夫かな。結構大音量の可能性。これより診療をお迎えいたします。どうぞ皆様、応募扉口へご注目ください。診療のご入場です。もちょっと私たちもあるけど、今現在9時前なんですけど、妹の結婚式って初めてやったんで、ちょっともうあとサプライズとかもバタバタして、であと隣がドイツから来てくれた友人だったので翻訳したりとか全部はできなかったんですけど、もうあっという間の時間でした。でちょっと遅くなっちゃったんですけど、今から今日の結婚式に来てくれている私の親友とちょっと飲みに行きたいと思います。こうちゃんもカメラずっとお疲れ、ありがとう。いえいえ。じゃあ今日はありがとう。乾杯。あらわにして。